はい、どうもです。今日はですね、なんと岡山に来ておりますということでですね、9時間かかってます、ここに来るまで。ここから70分かけてようやく小豆島に行けるというね。はい、ということで今日はですね、浜湯さんが居酒屋をね、小豆島にオープンしたということで、そのお祝いに行ってきます。そう、沖永良部島からね、夜光貝もね、今回持ってきましたから。すごい、このフェリー、公園がある、公園があるフェリー初めて見たな。カメラマンいないから一人で寂しくね、撮影してます。周りから見たらただの変人ですからね。というわけで、沖永良部島から飛行機、バス、新幹線、フェリーを乗り継いで小豆島へ向かいます。もうね、移動だけで疲れましたよ。ここ明るいな、小豆島。いやー、到着しましたよ。もう髪ボッサボサ。やっちましたよ、浜谷さん。じゃあ今日よろしくお願いします。お願いします。さあ乗ってください。早速海行くんですよね。僕さっき網仕掛けてたんで、カゴと。じゃあ今日は漁についていくぞ。じゃあお願いします。はい、はい、ということで港までやってきました。今日はですね、浜谷さんが漁を案内していただけるということで、ちょっとまだ何の漁か知らないんですけども、ちょっと説明していただいてもいいですか。はい、今日はですね、刺し網漁、僕ら縦網漁って言うんですけど、海に網を刺してこう長方形の長い、700メートルぐらいの網を仕掛けておいて、それに魚がかかったのを揚げていくっていう漁と、穴子カゴ漁って言って、こういうカゴの罠があって、でそこに魚が、穴子が入ると逃げられない仕組みになってる、その2つの漁に行きたいと思います。2つも準備してくれてるんですか。はい、もう忙しかったんですけど頑張りました。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。行きましょう。それでは刺し網漁に出発します。この日は台風が来てて、あんまり遅くなると帰れなくなるということで、めちゃめちゃ急いで海に向かっています。果たして何が取れるのでしょうか。実は今回、はい、浜谷さんが居酒屋をオープンしたということで、ちょっとお祝いで、はい、お、何でしょうか。今回持ってきております、島のこちらですね。おお、夜光貝。でっかー、こんなでかいですね。生きてます。これ生きてます。わあ、こんなでかいんだ。顔ぐらいありますよ。エッチだ。サザエの質量で言えば20倍ぐらいあるじゃないですか。 1.5 から2キロぐらいですね、大体。これを明日居酒屋に出せたらなと思って。ありがとうございます。楽しみです。行きましょう。じゃあ行きましょう。漁師って感じですね。漁師ですから。かれこれ、これでも10年ですから。じゃあ行きましょう。10分ほどかけて漁場に向かっていきます。はい、それでは到着しました。到着しました。めっちゃありますね、これ。おーおー。で、まず刺し網漁の方から、刺し網から上げていきたいと思います。浜湯チャンネル見てない人びっくりすると思うんですけど、浜湯チャンネルの GoPro の撮影方法ちょっと見せてあげてください。こうですね。これで撮ってます。エロ。こうやって何があるか楽しみですね。はい、じゃあ上げていきましょう。目標魚種とかいるんですか。まあ、タイとかアコウとか、あとウマヅラハギとか、いればいいかなって。というわけで網を引き上げることに。果たして何がかかっているのか。お、来た。でかー。何か、でかでかくない。でかい、なんだこれ。やった、嬉しい。こんなでかいヒラメ取れるんや。すげえすげえ。取れたのはヒラメ。実は最大1メートルにまで成長する巨大魚です。これは高いっすよ。これ8000ぐらい取るんじゃないですか、買ったら。買ったら8000じゃ効かないですよ。マジっすか。はい、サムネ。決定。かわいいっすね。かわいい。え、そんなわかんない。また来た。あ、出た。えい、気をつけてください、危ないっすよ。厄介者。海の厄介者、えいです。赤えい。マサラさん、くれますか。いいんすか。はい。髪の毛爆発しすぎ。巻き取り機ってどんぐらいで買えるんですか。中古だったら10万ぐらいですかね。マジですか、はい、これ島の人手で上げてるんですけど。短かったら別に手でも全然いけますよ。マサラさん、 GoPro 加えないと。洗ってもいいですか。洗っちゃうんですね、せっかくの液がついてるのに。
嫉妬する人いますから、ここ、まあ嫉妬する人はいますね、男性視聴者が。確かに。美味しいですか、僕が長年加えてるやつは。おいおい、反対側行った。俺が起き出して来なくなりましたね。いないですね。出だしピークでしたね。マサルさんが食ってる時に来たらいいですね。来てほしいですね。いいですよ、もう適当に繰り込んでいただいて。やっと。これ足きついですね。いやもう僕は慣れてるんで、なんとも。来ない、何も来ない。おっ、来た、貝だ、貝が来た。マダイや。マダイです。喜ぶ暇がない。おっ、喜ぶ暇ないですよ。船流れちゃうから止まれないですよ。あ、来た。あ、こキジハタだ。高級魚。高級魚、キジハタです。母さん、喋れないし。あ、巻いた、巻いた、巻いた。なんか来てた、なんか来てましたよ。ちょっとゆっくりゆっくりゆっくり。あ、ほら、ヒラメが。ストップストップ、マサルさん、ほらヒラメ。うおでっか、こいつは。なかなかいいヒラメですね。あ、上がりだ。死んでる、もったいね。生きてるとは全然違う。生きてる方がやっぱ相場全然違いますね。ほら、よだれ。お前さん、あげます。じゃあ、お前さん、あげます。お前さん、洗います。いや、あんだけよだれ伸びてたら無理でしょ。誰が求めてるんですか、この映像。みんなが求めてますよ。みんなが求めてる。これって糸を切らずに外せるやつですか。外せます。素人には無理ですか。あ、マジで無理だと思います。こっちの方が一緒。それだったら網の上から抜けます。あ、抜けそう。え、行きそう。あ、もうダメっす、しまえた。ダメダメ、また来てる。これは、あの、アマテガレイです。アマテガレイ。アマテガレイ。あ、メガレだ。メガレだ。黒メガレ。またメガレだ。お、どこどこだ。おもてはぎ。浅田さん、ちょっと黒を前に。はい、ガチャッと。はい、ガチャッと。はい、ストック。はい、前。はい、ストック。船舶持ってるからやっても何も文句やれないですか。そうですね。あ、船長いたらいいんですよ。いいですか。はい、はい、前お願いします。めっちゃ前お願いします。もうちょっとだと思うんですけどね。お、でかっ。あ、全部死んでるの。いや、でかっ。こんなでかい、久しぶり。あら、小豆島では魚が死んでしまうと一気に価値が落ちるみたいです。これもったいないな。なんでこんなすぐ死ぬんや。あ、カレーだ。アーテカレー、ストック。でかいけどまた死んでる。最悪や。アコウめっちゃおるやん。アコウすげえ。なんだこれ、もったいねえ、死んでるの。くそー。あ、またアコウだ。え、みんな死んでるやん。アコウだらけだ。じゃあちょっとすぐ移動して、魚生きてるやつ先外します。やばいやばい、ツバ、ツバが。太田さんも加えてくれます。いや、加えさせたことはないですね。マサルさんが初めてです。初めて奪っちゃいました。責任取ってくださいよ。おお、早く帰らんと帰れんくなるかも。ちょっと生きてるやつとりあえずなるはやり外します。こんなでかいアコ久しぶりに見たな。まだ血抜けるんですね。抜けます、死にたてなんで。全然これなら刺身いけます。風がこれ以上吹いてきたら危ないんで。アナゴ行きます。アナゴ先行きましょうか。ですね。酔ってますよね。なわけないじゃないですか。はい、じゃあ次アナゴさん行きましょう。アナゴ2つ目。元気だな。終わったかと思った。いやいや、聞いてたでしょ。もう一つあった。じゃあ受け上げていきます。あたたたたた。さて、何が上がってくるのか。いや、フグ太くん、フグ太アナゴは入っているのかね。いや、無理だ、無理っすわ。いや、それ普通にタラちゃんじゃないですか。アナゴがいっぱいです。下ネタにしか聞こえない。上がってきました。上がってきた。お、サンマが大量だ。サンマさんか。サンマが大量でしたね。さて、2つ目はどうだ。もう後でナレーション入れるのめんどくさいね。ナレーション風に来てるか。来てない。来てない。アナゴいつもいるのにめっちゃ少ない。アナゴさん、ちょっと今日マスオさんの声前できなかったから不機嫌かもな。いや、
ちょっとうまい。そんなことないよ。うーぐらくん揺れるね。全然本番できないけど。いや福田君、この船はよく揺れるね。今夜いっぱいどうだい。揺れるです。いっぱい上で揺れるです。隣の近くです。ダメだ、穴子はいないかもしれないです。20個です。あ、20個あるんですね。はい、じゃあまだ18個可能性があると。そうですね、1匹取ったところでなんですけど。多分ラストですね。次ラスト。もうダメかと思った。もうダメかと思ったその時、毒毒毒毒。3 2 1。 早いっす。早かった。早いっす。合わせてください。3 2 1。 スローモーション、スローモーション、スローモーション、スローモーション。さんまさんでした。はい、おしまい。だから目のサイズ以下のは抜けます。よいしょ。なんで死ぬか分かりました。夜行虫が多いからすぐまとわりついて血取ってるんです、ね、夜行虫と呼ばれる動物プランクトンがいて、この生物の面白いところが刺激すると光るんですよ。で、電気を消したらめちゃめちゃ綺麗でした。あ、見える見える。この青いのが海ホタルって言われてるやつですよね。動いてるやつが夜行虫で、消すと青く光るという。これがいる程度死んじゃうんですよね。そうなんですよ。これがいるから、あの網にかかった魚にすぐひっついちゃって、魚の鮮度自体はいいんだけれども、あのオサが真っ白になるんですよ。これ身全然綺麗なんですよ。はい、オサだけもう真っ白なんですよ。あー、ほんとだ。問題ないけどみたいな。そうです、エラの色だけで魚判断できないんですよ。実はこういうのがあるから、これとか全然刺身いきます。でかくないですか。うわ、ミサルさん、おかず来ましたよ。なんすかそれ、ホヤすか。謎のホヤ。くさ、なんかみんながこの生物可愛いよねみたいな感じで保護してるやつ、結構量では邪魔みたいなこと多くないですか。多いですね。ウミガメとかめっちゃ邪魔ですもん。ああ、ここら辺はあんまりないですね。たまに取れますけど、実際そのかかってきたら困るんですよね。めちゃくちゃ網ボロボロになりますもんね。網ボロボロだし、重たすぎて上がらないしですね。マンボウ、マンボウはいないですね。ああ、マンボウこっちたまにかかりますよ。邪魔すか。邪魔っちゃ邪魔ですね。あとイルカが意外とこっち邪魔らしいですよ。へ、僕起きれないのはあれですけど、うん、イカを釣れたそばから食べていくらしくて。それ嫌ですね。カギのうんち臭。魚の腐ってる死体のドロドロのとかだいぶ慣れてますよ。魚の死骸ダイエットとか流行るんじゃないですか。フレグランスで売ります。マサルさん作ってみてください。マサルが本当に臭いと思うものみたいな。罰ゲーム用でなんか、あ、流行るかもしれないですね、うん、今まで食って一番まずかったのは何ですか。動画上 で最初の頃しかあんまりゲテモノやってなかったですね。そんなまずいもん僕食わないですよね。食いたくないし。ユムシ食ってたじゃないですか。あ、ユムシ食った時もありましたね。あれそんな激まずではなかったですよ。そうなんですね。釣り絵のユムシ臭いだけで、あの当時は何でもやってましたよね。本当は再生数のためならみたいな。いやでもその時期ありますよね。その時期があるから今の僕たちがあるんじゃないですか。今僕それと変わらないことまだやってますからね。確かに素晴らしいですね。僕はもう若くないんで逃げます。でも若くないなって俺も思います。食中毒だったらもう前みたいにすぐ戻らないですから。え、そんな前戻ってたんですか。ぎっくり腰もなるし、まだ 26?24 ですね。24ですか。腰が最差ですね。金子さんの1個下でしたっけ。僕2個か3つ下ですよ。自分の誕生日ですらどっちでもいいタイプですから。あ、誕生日だったんだみたいな感じありますよね。そうなんです。なんか最初の頃とか、はい、誕生日の日も動画編集しなかったですか。いや普通にやってたと思いますよ。やっぱ7時間ぐらい編集してたから。これ刺されると危ないです。僕が手術したやつですね。これに刺されると、あの抜けるときにノコギリになってるから身がぐちぐちになります。これさっき折ります。何に刺されたのが一番痛かったですか、今まで。今まで刺されて痛かったのはやっぱ赤いですね。入らないぐらい痛な。大量大量ですね。では締めます。じ
じゃあ松原さん、エイはちょっとあの鮮度が落ちたらアンモニア臭がするんで、先にもうさばいておいて氷水なんかつけておきます。なるほどですね。ちょっとお願いします。オッケーです。エイは胴体にほとんど可食部がないので食べるのはヒレの部分。乾き物としてのイメージが強いエイヒレですが、唐揚げにするとこれがまたうまいらしい。赤エイって可食部位少ないですよね。少ないんですよ、めちゃくちゃ。あと今の赤エイそんな肥えてないのでなおさらですね。太ってるとかあるんですね、エイに。ちょうど産卵してちょっとしか時間経ってないので、食べる部位こんだけしかなくて。はい、ということで刺し網と穴子漁がね終わって帰ってきたんですけども、なんと浜優さんがですね鍋の用意をしてくれてるということで、今から鍋を作っていこうと思います。現在時刻10時半です。10時半です。これが本当の夜鍋であり闇鍋ですね。じゃあ1匹ずつさばいて、でその魚を鍋にぶち込んで煮込みましょう、はい、じゃあさばいていきましょう。何いきます？自慢じゃないですけど、うちの包丁めっちゃ切れないですよ。ここで切れる包丁だったらびっくりですけどね。確かに錆びてます。大きいのだとちょっと食べきれなさそうなんで。確かに、ちっちゃい横いましたっけ、そもそも。なんかでっかでっか。このタイでいいんじゃないですか。確かにこのタイと、うん、いいんですか、こんな高級魚。こっちの方がちっちゃいよ。じゃあ取っていきます、はい、まずは鱗取りから。じゃあ鱗取っていきます。はい。何気キジハタ食べるのすごい久しぶりなんですよね。テテレテテテレテテ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 テ。いやマジでぎっくり腰になってからベッドの上の景色しか見てなくて、マジで今楽しい。ありがとう、お疲れ様です。何もできない後の初の仕事が小豆島あってんの。行けるかどうか怖かったですもん。治ってよかった。僕も会えてよかったです。今日は同じ部屋で楽しみましょう。いや浜湯さんにホテル取ってもらったんですけど、あの僕一人で来てるんですけど、なんかベッドが2つあるんですよ。予約しておきました、同じ部屋で。よし、オッケー。鱗が取れました。それじゃあ宴を始めようか。浜湯チャンネルになった。浜湯チャンネルに変わりました。はい、カマですか。カマです。お、シロップ空気袋ですね。あ、それ、あ、それ内臓脂肪じゃないですか。内臓脂肪乗ってる。すげえ。この時期乗ってるんですね。ちょっと超えてきてるんじゃないですかね、冬に向けて。なるほど。めっちゃ動いてくれてる。あ、やばい。ニガダマ潰した。あ、水水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 。バケツバケツ。海海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 。内臓脂肪結構乗ってますね、これ。ほら、いい感じだ。うん、これいい個体っすね。いい個体っす。絶対うまいじゃないですか。刺身でもいけますよ、全然。何か食べてますね。胃袋ですか。マサルさんチャンネル特有の胃袋開け。胃袋開け。なんだ、なんだ、なんだこれは。黒い。え、何すかこれ。ハモったんですけど。海藻の一種が混じってるんじゃないですか、ただ。もう触りたくないですね。確かに。とりあえず下処理が完成しました。お疲れ様です。あとはブツですね。鍋だから。ブツ切り。ブツってください。これで動物いけるかな。トン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 、ヒノノニトン。トン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 、ヒノノニトン。一度歯が入ったらスーッと。知ってます。知ってます。一度歯が入ったらスーッ。ぐーっとね、いきましたね、はい、この包丁はすごい。やばい、腰が疲れてきた。早く帰りましょう。まだ本番じゃないのに。まだ足りてもないですよ。よいしょ。でかいっすか。いいんじゃないですか。いや、ちょうどいいと思いますよ。3人ですからね。海だし。ドン、完成です。次浜谷さんお願いします。 OK です。私だ。選手交代。選手交代、浜谷選手。浜優選手入場。相手選手の紹介をしてください。うん、次の相手はこちら。ドルルンドン。マダイの子供。いつもなら放流するサイズだが、今回は死んでいたため、これをおかずとさせていただく。そして盛大に鱗を、漁師流の包丁で取っていく。早い。そしたら頭を落としていきます。よいしょよいしょよいしょ。ケツから入れてチャッチャッチャッと。よし、ほんでブツにブツ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 。いや、はい、はい、完成。はい、完成。オッケー。今回弱小校でしたね。弱小校でした。相手良いです。浜江さんのところの港いいっすよね。人があんま来なくて。あ、人全然来ないっすよ。入り組んでて、うん、僕が止めてる港もめっちゃ人来るんですよね。あ、それはちょっと取りにくいっすね。うん、ラップごと。俺がカメラ触るたびに
手拭かなくていいんすかとか聞いてくるのに。でこの海水の中で洗いますよ、最後。うわ、 A 型が死ぬ。A 型破壊工作。ここに入れていきましょうか。今日はラップ食べないですね。いつも食べてるみたいじゃないですか。今日はやめときましょう。子供たち、ラップは食べちゃダメだぞ。 100% のが知ってると思う。そんなバカマン。でこちら、椎茸は買わなくて、洗わなくていいですよね。椎茸切れ込み入れたら、入れすぎちゃった。さすが居酒屋の店主だけあって、おしゃれな料理に1個だけ入れます。そしてこちらドボン。そして水菜ですね。こちらも海水で。もう味付けみたいな意味もあるんですか。そうですね。手でちぎった塩で海水は絞らないと。でこちらに入れます。よいしょ。はい、完成。あとは茹でていくだけですか。そうですね。スープとかあるんですか。スープありますよ。味付けみたいな、あのめちゃくちゃ研究されたスープがあって、それがこちら。じゃじゃん、みつかん。いや、レトルト。あごだしめっちゃうまいっす。うまそうですけど、自分で下手にやるよりこっちの方がうまいみたいなのありますからね。ピューと。よし。雑だけど超贅沢なことしてますよ。いや、普通に考えてめっちゃ高いですよね。で窓コールをオープン。これ風に強いやつ買ったのにめっちゃ風強いんですよ。風を防がないんですよ。あとは待つだけ。それだけです。待ちましょう。はい、それでは完成しました。イエーイ。テンションの差。いや、だってそんな僕イエーイとかやらないです。やらないですね、確かに。じゃあ、はい、あげましょう。はい、オープン。オープン。マサルさん、これはめちゃくちゃうまそうですよ。うわー、かぶりつきたい。うわ、よだれが垂れる。完成したということで、はい、近いな。食べていきましょう。行きましょう。どうぞ。あ、あざます。あ、水菜のいい香り。今日はお疲れ様でした。いや、マサルさんこそお疲れ様でした。まあ今から暴飲暴食の撮影ですけどね。そうですね。今日暴飲暴食したら明日全部潰れそう。なんで水菜ばっかり。そんな余計水菜いらないです。タイも入れましょう。タイとキノコも。はい。アコウです、これ。嘘。これアコウです。え、アコウですっていう大将です。どんなタイか。今日早かったですからね。マサルさんについてあげます。浜湯さんの LINE ってえげつない早く来るんですよね。朝5時とかによく来てるんですよね。それではいただきます。いただきます。じゃあ水菜から。いやな、水菜か。タイからいきますか。じゃあ、うわ、美味しそうな身ですよ。うん、なんかおしゃれな味になってますね。おしゃれな味ですね、アゴだしの。うん、でも身自体はやっぱ旨味があって美味しいですよ、うん、ホロホロだし。なんかどっかの民族の料理食べるのかなって一瞬思ったら、口の中旅館広がりましたね。いい旅館で出てくる塩汁みたいな、ね、ちょっと出汁があるみたいな。多分その塩気は、うん、あの海水ですよ。あれが大事だったんですね、はい。野菜洗うって言ってもっと汚くなってるやんってちょっと俺思ってたんですけど、はい、あれが大事なんです、ね、あれが大事だったんだ。やっぱアコの方が美味しいですね。マジっすか。はい、身が、身の柔らかさと旨味が段違いです。アコ食べます。うわ、全然違いますよね。びっくりした。そんなに。僕はもう人が取ったのでもう、はい、ちゃんとは言うんですけど、これはうまい。うまいですよね。びっくりした。はい、正直火が通りすぎて普通でしたよね。まあでも普通に食べるには全然美味しいでしょ、まあ、本当に。ただあの美味しい魚食べ慣れてる僕らの普通みたいな。そうですね。ヤコウはその僕らが食べても美味しいみたいな。びっくりした。うまくまとめちゃいました。今日頑張っていただいたんで一口どうですか。いただきます。うまっ。今日の後って体験も含めて美味しいって僕いつも言ってるんですよ。同じおにぎりでも富士山登った後のおにぎりとここで食う、なんか普通に食うおにぎり違うって言いますからね。これ食うために俺沖永良部島から来ましたもん。これ食うために来ましたもん。これ今あの沖永良部から来るルートを言うとマジでビビると思いますよ。沖永良部空港、鹿児島空港で、鹿児島空港から鹿児島中央駅まで45分ぐらいで、鹿児島中央駅から岡山駅に行くんですよ。で岡山駅から港まで行くのにめっちゃ車で30分ぐらいかかってめっちゃ混んでて、からの小豆島でフェリーまた乗ってようやく浜谷さんに会えました。何も気にしない。頑張ってきたのに。その分
楽しませます。はい、それではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあ、今回濱湯さんコラボということで寮に連れて行ってもらったんですけども、今回本番じゃありません。濱湯さん、はい、居酒屋出したんですよね。そうなんですよ、実は期間限定で居酒屋をやってます。明日居酒屋にあの夜光貝出しに行きますよっ。はい、次の動画がまた本番ということでね、皆さん楽しみにしておいてください。ということで濱湯さんありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。マサルさん視聴者の皆さんありがとうございました。ちょっとなんか真面目アピールしてますね。え、マサルさん視聴者の皆さん、ご視聴ありがとうございました。濱湯チャンネルもよろしくどうぞ。それでは